雑談ぐらいさせろ。釣りじゃねえよ。おめえらあれか、余命2ヶ月のばあさんが1ヶ月生きてたからって、なんで生きてるのっていうタイプだな、おめえらな。俺にはわかる。お前らのその、小さい価値観がわかる。つうか、そうそう、明日さ、俺さ、俺と間違えた、今日だと思って帰ってきてさ、やべえと思ってさ、会議を抜けて帰ってきたのにさ、一日フライングしまったんだよな、今日だと思ってたんだよ、俺。んでさ、お前、俺の最後の配信に500人しか来ねえだとつって。切れそうだったわ。おっちょこちょいでした。ざけろ、あの有名なうんこちゃんの最後の配信に、たったの500人つって。間違えちまったよ、普通に。普通に間違えたわ。最近のうんこちゃんを最後話そうかな、じゃあ。最近のうんこちゃんについて。今日23時までにしようかな、じゃあ。明日も仕事だからさ、明日ちょっと終われば楽になっかな。最近のうんこちゃん。聞きたくないのか、最近のうんこちゃん。最近はね、めっちゃ楽しくなりました。やっぱりあれだな。ニコ動っつうのは多少重荷だったんだな。あの、休日の日にさ、6ポケを取らないでいい。なんつうの、あの、ストレスのなさ。あの、休日の日になんつうのかな。6ポケを取らない、ストレスの、じゃあやっぱさ、配信はね、ちょっと面白いんだけど、やっぱニコ動ってのは多少重荷だったんだな。やっぱね、俺もね、なんつうのかな。前も言ったじゃん。この、あげないなんつうの。あげない旨味を知った俺っていうかさ。4月はね、何気にいっぱい出かける。花見に行って、ディズニーランド行って、京都に天ぷら食いに行きます。4月の後半、京都に天ぷら食いに行きます。おぉ。布団 PC 買ってないよ。買ってねえよ、PC なんて布団は。満喫で見るって言ってたよ、明日。一時までさ、満喫にいるからさ、つって。それまでに配信してよって言われました。満喫でライムチャット入れるらしい、あいつ。満喫でライムチャット入れるって言ったからな。あいつ弾かれねえから、マジでってか。布団弾かれねえかして、明日配信から。ブレイン、布団を意図的にバンしてくれ。マジで。布団を意図的にバンしてくれ、本当に。俺が許す。ガチでブレイン頼む。布団、キックしまくってくれ。ロックオンして。キックしまくって、布団ロックオンして。聞かせん。え、規制入ってない？え、入ってるよ。もうちょっとまず、満喫待機なのにさ、ブレインちょっと明日の最後の、お前の最後の仕事だな。布団をとにかく蹴りまくってくれ。あいつ絶対電話してくるから。そしたら、おめえの配信聞けねえよ、つって。運が悪かったんじゃ、って言うわ。頼むぜ、マジで。これ、ね、振りじゃねえからな。ガチでキックしろよ。布団を。ガチキックしていいぞ。ユーストから1分来て、まあいいな。